しっかり狙え、剣豪。心臓だ。はい。撃つなら自分で撃てよ。いや、やっぱり目撃つか。両目撃ち抜け。男になれや、剣豪。逃げるよ。ついてきて。何やってんだ。捕まえろ。あっちだ。逃げろ。Yeah.
さ。悪い、ちょっと借りる。ああ、おお、おお、お前だよ。調べたかな。勘弁してくれよ。もっと早く。その前にお礼はないの？お前は昼に俺のスマホを。でも返したじゃん。なんで取った？なんで返した？あの時はしつこい警官に追われててさ。そしたらあんたが電話してて、それでパッと計画を思いついたわけ。計画？うん、まずスマホを奪うでしょ。するとあんたは僕を追いかけてくる。後から来た警官たちは僕と同じ方向に走るあんたを仲間だと思う。であんたが捕まってる間に僕は逃げる。ま、あんたまで逃げ切るとは思ってなかったんだけどさ。お互い結果オーライだったでしょ。じゃあ今はなんで俺を助けた？そりゃあ、あれ、なんでだっけな。変なやつだな。まあ一応スマホの件じゃ迷惑かけたしさ。でもそれで今は命が助かったんだから、あんたラッキーだよね。そうかもな。助かったよ。ならこれでチャラね。なあ、なんで窃盗だなんてやってんだ。いい若いもんがもったいない。はあ？そんなに暇なら俺の仕事手伝わないか。ヤクザに狙われるような仕事？冗談でしょ。さっきの奴らは東条会の松金組だ。他に強霊会とも俺は揉めてる。ちょっと面白そうではあるけどさ、僕らまだお互いに信用できないでしょ。八神さん、お前俺の名前を。
松金組若頭羽村恭平はモグラと通じている。その仮説を裏付けるかのように八神は行く手を阻まれる。町中に張り巡らされた羽村の監視網は予想を超えて根深い。孤立無援の八神へわずかに差し伸べられる手だが、夜はまだ明けない。お前らターボを捕まえるまで帰ってくんじゃねえぞ。町中しらみつぶしにしろ。仮面のガキ決まってんだろ。あいつもだバカ野郎。早く出た方がいいぞ海藤さん。今松金組に見つかるとまずい。取り込み中か。よう、ターボ。ヤガミか、久しぶりだな。お前、東か。頭の命令で来たんだと。お前を探し回ってる。ああ、あの人は相当モグラに触られたくないらしい。なら手引くのか。うちをコケにした頭が怒ってんだよ。ますます手を引く気なんてないね。仇の出る幕じゃねえんだよバカが。おかげで俺らまで面倒に駆り出されちまった。いいじゃねえか、頭に尻尾振んのが今のお前の仕事だろ。頭は芸才すりゃたっぷり餌をくれるんでね。あんたと違って尽くしがいがあるんですよ、怪盗の兄貴。俺はもうお前の兄貴じゃねえ。そうでしたね。手下連れて帰れや、東。ええ、今日んところはそうします。やっぱあんたに手出すときはこっちも殺す覚悟でいねえと。なら次が楽しみだな。もういい、行け。前にも言いませんでしたっけね、
薬病神を略して矢神です。すぐに手切った方がいいですよ。東よ、少し見ないうちに悪い顔になったな。うるせえよ。タボ、東をつけてきてくれねえか。え？俺が組抜けてからあいつに何があったか、今どうなってるかが知りて。ああ、前とは別人だ。さっきあいつがここに来た時、俺は一瞬誰かわからなかった。お前の言う通り悪い顔になってた。わかった、行ってくる。モグラの件とは別だ。依頼料は払うぞ。そんなのいるわけないだろ。それに羽村の情報も手に入るかもしれないしな。もしもし。カイトだ。こっちの窓から東が歩いてくのが見えた。あいつは今一人だ。中道通りを右に折れてった。中道通りを右だな。わかった、頼んだぜ。なんだよ。わかった、すぐに行く。やべえ。チッ、行くぞ。ありがとうございます、兄貴。おう、